ますよ。のこんにちは。こんにちは。サックスの中川さとこです。ピアノの片桐和馬です。今日はこのような形で YouTube ということで、皆様にジャズをお届けしようと思います。思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では。セッティングを。さあ、皆様いかがお過ごしでしょうか。いろいろ大変な昨今ではありますけども、ちょっとでもね、演奏聴いて楽しい気持ちになっていただけたら嬉しいかなと思います。自粛活動が続いていますけども、そんな中で1曲目に選んだのは The Days of Wine and Roses、酒とバラの日々。皆さんお酒飲みすぎたりしてませんか？ほどほどに楽しみましょう。僕飲む習慣なかったんですけど、最近寝酒するようになってしまって、昨日もワイン知らんうちに寝てましたね。なんかいいかな話しても。私お酒をやめてもうかれこれ数年経つんですけども、この状況でもしお酒をまだ飲んでいたら、もう毎日飲んでたなと思って、ちょっと良かったな、やめてとは思っています。ワインはね、すぐ眠くなるということが分かりました。あ、じゃあこれからコップに一杯だけ毎日、はい、お召し上がりください。でも寝ても1時間で起きちゃう。それ寝たんじゃなくて失神してるとかっていう話、聞いたことがあるんですが、ほどほどにしましょう。では、酒バラ行ってみたいと思います。
Thank you.
想するのが、はい、久しぶりで、だから下手したら1ヶ月ぶりとかですかね。だって先月誰ともやっていません。そういえばそうですね。なのでなんかちょっと感慨深いなと思いながら演奏しました。泣いちゃうね。ねえ、いやでも次は涙の曲を、はい、うん、ちょっとよいしょよいしょ。私はですね2月の26日に、ファースト CD Wait for Rain を今ここにこれねこれ、発売いたしまして、4月5月も、レコ発ライブが予定していたんですけども、まあこの自粛の影響で、ライブを延期させざるを得ない状況になっています。なかなか皆さんにその生で演奏をお届けすることができなくて、大変残念に思っているんですけども、今日はこの機会を得たので、CD の中から演奏したいなと思います。2曲目にですね、収録しました、CD の表題曲になってます、Wait for Rain という曲をですね、演奏させていただきます。CD 買ってくださいよろしくお願いしますはい、ではマイクマイク、
Thank you.
ありがとうございます。ウィットフォーレインに続きましてお送りしましたのはスタンダードナンバーのミスティという曲をお届けしました。早いもんで最後の曲と相成りました。何かなんか変な緊張しますね。うん、緊張します。まあね、いろんな方が見てくださるとは思うんですけども、こうこのカメラの向こうにね、見てくださる方がたくさんいるといいなと思いながら演奏させていただきました。早く皆さんの前でライブができることを楽しみにしています。そのためにはですね、今頑張って辞職して、それが明けたらですね、もう大手を振って皆さんぜひライブハウスの方にお越しいただけるとありがたいと思います。では本日最後の曲に選んだのはですね、ここ 2,3 日もうあれですよ、昼間30度超えですよ。どうん、確か昨日30何度だったんです。めちゃくちゃ暑い。今日もまあそこそこ暑いんですけども、放題がですね、 5月にしては暑すぎるっていう確かミュージカルだったと思いますけども、その中の曲を演奏したいと思います。ピアノは片桐和真。わーサックス中川聡子でお届けしました。ありがとうございました。では最後の曲は、皆様ご存知のオールザシングスティーワーでお別れしましょう。
ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。